ドはスコットランド王マルカム3世と王妃マーガレットの次男。ダンカン2世のイボ帝で、エドワードの同母帝エドガー、エゼルレッド、アレグザンダー1世、イーディス、メアリー、デイビッド1世の同母に、スコットランド王の一人に数えられる場合もあるが、王位についていたという明白な証拠はない。オジドナルド3世が、イボアニダンカン2世に王位を奪われると、 ダンカン2世の殺害に加担して、ドナルド3世の福井に協力した。ドナルド3世の福井後は、ドナルドとエドマンドの共同統治とされ、エドマンドは、ロージアン及びストラスクライドの南部を統治した。しかし、同母帝エドガーにより、ドナルド3世が廃位されると、エドマンドは、修道院に送られ、僧として、一生を送ることとなり、開梱の中、1100年頃死去した。 エドマンド自身の希望により、鎖で縛られて葬られたという。森、P52ABN ベスト、P14。ありがとうございます。